ブレシット軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13,878人であり、2000年の16,100人から13.8%減少した。軍庁所在地はジャクソン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ブレシット軍は1839年に設立され、 軍名は1832年から1834年まで、ケンタッキー州知事を務めたジョン・ブレシットにちなんで名付けられた。軍内のどこにおいてもアルコール飲料の販売が禁止されているドライ軍である。ブレシット軍は1839年2月8日に、クレイ軍、エスティル軍、ペリー軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名はジョン・ブレシットにちなんで名付けられた。 第一次世界大戦の時、その徴兵割り当てを志願兵で埋めたことで国中の注目を集めた。軍内から徴兵された者がおらず、国内では唯一の軍となった。この戦中に3912人が登録し、405人が志願した。その中で324人が招集され、281人は兵役につき、43人は拒絶された。 ケンタッキー州民は、体格的適合性では、国内トップクラスにある。現在古い軍庁舎前の芝生横に立っている。歴史標識にはこの功績が記され、表題は、ブレシットの志願兵とされている。ブレシット軍の退役兵も石壁の記念碑で栄誉を、称えられている。ジャクソン市中心街にある古い軍庁舎横に立っている。この石壁には、軍創設以来従軍した。 軍民の名前が記されている。軍内を通る修道15号線は、軍政委員解決議によって、ブレシット軍隊駅兵ハイウェイと名付けられている。ブレシット軍は、初期に、軍の指導者間の政治闘争があり、話題の多い政治史がある。ある時には投票所で、打ち合いが起こり、一人あるいは二人の命が失われた。軍内の民主党は一世紀にわたって影響力を、 持ち続けたが、近年は、共和党が優勢になってきた。ファーストレディのエレノア・ルーズベルトとレディ・バード・ジョンソンが、ブレシット軍を訪れたことがある。ジャクソンで、エレノアがブレシット軍高校の開校を祝った。バード・ジョンソンは、ブレシット軍高校体育館の開設を祝った。この時、軍教育監督官で、政治活動家のマリーア・アール・ターナーが同席した。軍内の女性は、 政治的に活発であり、ターナーは民主党の活動家だった。軍最初の女性軍長であるベティ・コーネットは、軍長だった夫のロバート・ E ・コーネットが死んだ後を継いだ。ヘレン・コームスは第三地区最初の女性判事になった。これも判事だった夫の JW ・コームスが死んだ後を継いだものであり、ヘレンは次の任期にも選出された。ローズ・ウルフは、 ジャクソン氏最初の女性市長になった。セルドン・ショートは軍の共和党活動家だった。ジャクソンの北にあるバンクリーブ出身の説教師であり、ブレジット軍の問題を共和党の州、国のレベルまで持ち上げた。ジャクソン氏の元市長レスター・スミスは共和党の活動家だった。民主党の軍長ニム・ヘンソンは誰よりも長くその職にあり、在任中に死んだ。 ジャクソン市にある介護施設にその名前が付けられている。ジャクソン市、ブレシット軍博物館や古い軍庁舎の軍事務官事務所では、さらに多くの政治指導者について学ぶことができる。ブレシット軍となった地域の最初の住人は、チェロキー族インディアンであり、軍の山岳部に住んでいた。初期の白人開拓者は、アイルランド人、イングランド人、フランス人、ドイツ人の子孫だった。 軍内で著名なもののせいでその期限をたどることができる。ブレシット軍は参道と多くのクリークがある遠隔地だった。多くの人々は馬に乗って移動し、場所によっては店舗のある小さな町があり、軍庁所在地のジャクソンには1日か2日の旅だった。修道十五号線が通ると、軍内の道路が整備され、旅も容易になった。1970年代までに、 軍内の山や谷を上り下りする多くの場所に車で移動できる道が整備された。軍経済には製材業と石炭工業が食と成長をもたらす天然資源だった。製材業は1960年代まで活発だったが、その後石炭工業が多くの金と人をもたらした。1980年代後半から石炭ブームが減速し、 甲府の家族は仕事を見つけるために他に移った。現在は製材業も石炭工業も低調である。軍内には多くの山道があり、エルクを見る地域もある。ジャクソン市にはレスタースミス公園と呼ばれる小さな公園がある。ジャクソン市には他にもキワニス公園とドーシット公園がある。クロケッツビルでは毎年子供の家の資金を集める祭りが開催されている。 周辺のカントリーミュージック歌手が集まり歌う。ジャクソン市中心街の蜂蜜祭りは9月のレイバーデーの週末に開催されている。ブレシット歴史遺産祭と呼ぶ新しい祭りは10月にドーシット公園で開催されている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は495.29平方マイルであり、このうち、 陸地495.19平方マイル。水域は0.09平方マイルで、水域率は0.02%である。ケンタッキー川の北支流と中支流が群内を流れ、主要水源になっている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジャクソン独立教育学区は、ジャクソン市内外の公共教育を管轄する教育学区である。ジャクソン市学校は、 幼稚園生から12年生まで教えている。ブレシット軍教育学区は、軍内全体とジャクソン市の一部学校を含む教育学区である。小学校4校、中学校1校、高校1校がある。ブレシット地域工学センターは、ジャクソン独立教育学区とブレシット軍教育学区双方に関わっている。ジャクソン市のブレシット軍高校のキャンパス内にある。 ケンタッキー州が運営している。資金の大半は州から来るが装備の多くは先進技術教育を目指した連邦のカールディ・パーキンス職業技術教育法で購入されている。この学校の目的は技術教育である。自動車工学、建築学、電気工学、健康科学、事務技術を教えている。クイックサンドの街にはケンタッキー大学ロビンソン校がある。 この農業研究施設は、ブレシット軍の中心となる財産であり、農業と林業の科学的研究を進めている。ありがとうございます。